ヨハン・エラスムス・キンダーマンはドイツのオルガニスト、作曲家。17世紀前半のニュルンベルク学派の重要な作曲家である。キンダーマンはニュルンベルクに生まれた。音楽の学習を始めたのは幼少期であり、15歳になる頃にはすでにフラウエン教会での日曜午後の礼拝において演奏することを仕事としていた。彼に主な音楽教育を施したのは ヨハン・シュターデンである。町の役人からの許可と資金援助を得たキンダーマンは1634年から1635年にかけて新しい音楽を学ぶべくイタリアに赴いた。イタリア滞在中の出来事については何も分かっていないが、ハンス・レイオ・ハスラーやヨハン・フィリップ・クリーガーなどの他のニュルンベルク学派の音楽家同様ベネチアを訪れたものと考えられる。 1636年1月、キンダーマンは帰国して、フラウエン協会の第二オルガニストに就く、要市議会から指示を受けた。1640年には、シュベビッシュハルのオルガニストに就任するが、同年のうちに辞して、エジディーン協会のオルガニストとなった。この職は、セーゼイバルト協会、セイローレンツ協会に次いで、ニュルンベルクで3番目に、重要なオルガニスト職であった。 その後没するまでニュルンベルクで過ごした、キンダーマンは、街でも指折りの音楽家、そして最も名高い教育者となっていった。彼の門弟には、アウグスティン・プフレガーがおり、クリーガー兄弟や、ヨハン・パッヘルベルといったニュルンベルク学派の最後の、世代を育てたハインリヒ・シュベンマー、ゲオルク・カスパー・ベッカーもキンダーマン門下であった。また、キンダーマンは自作集のみならず、ジャコモカリッシミ、 ジローラもフレスコ・バルディ、タルクイニオ・メールラといった作曲家の作品を出版し、ニュルンベルクや南ドイツにおける新たな音楽の普及に貢献した。キンダーマンの現存する楽曲の大半は声楽曲であり、そこには過去の時代の様式からより新しいコンチェルターと技法や通奏低音の使用への移り変わりが映し出されている。 また無伴奏の合唱のためのモテットに始まり、ハインリヒッ,ッツの分節化されたコンチェルト、助章と対話の実験に習った、読唱のためのコンチェルトに至るまで様々な技法が試みられている。様々なテクストに基づく200曲余りの歌曲が残されており、簡潔な詩をテクストとするホモホニックな楽曲、気楽によるリトルネオを伴う読唱または二重唱と、 通奏低音のための楽曲などがある。奏功が残された楽曲の中には、高性の境界タータの先駆けとなるような楽曲や、独唱と合唱を対比させたニュルンベルク学派の大規模な声楽曲の中でも最初期に当たる楽曲がある。鍵盤楽曲の中では、1645年のハルモニア・をオーギャニカが最も重要な曲集である。 25曲の対法的楽曲からなる。この曲集はおそらく印刷技術を駆使した最初のドイツ音楽であるため、音楽的観点からのみならず、音楽印刷史上においても重要な作品である。最初の14曲は15小節から20小節程度の長さの前奏曲であり、模倣的な語法は現れず、どの曲においてもすべてのセーブが同時に開始する。 最初の6曲がすべての境界戦法を扱い、続く6曲が5度下に移調されて繰り返す。曲集の残りの曲は、フーガと銘打たれており、純然たるフーガもあれば、コラールの旋律に基づき、あるフレーズが他のフレーズにこうしたり、または第二のフレーズが感想に使われたりするなどの様々な方法で旋律を扱う楽曲もある。 コラールの戦律に基づく特筆すべき三重風画も存在する。また、コラール風画の初期の例であり、後年ヨハン・パフ・ヘルベルやヨハン・ゼバスティアン・バッハといったドイツの中心的作曲家たちが多用する際に、ひな型となった作品もある。ハルモニア・オーギャンニカ中の最後の楽曲は、始まりと終わりに自由なセクションを設け、本格的な即興演奏を排したマニフィカトへの、 楽曲である。異なるしくは異なった扱いを受ける。いくつかは低前律として、一つは風が、もう一つはエコーとするなどして、特定の成分に配置されている。その他の現存するキンダーマンの鍵盤楽曲には、ハープシコードのための多数の部曲がある。キンダーマンの最も重要な室内楽曲は、おそらく1653年の曲集、肝臓に、そなたへであろう。 ドイツにおいて、スコルダ・トゥーラを使用した最初期またはそれに近い作品が含まれている。この曲集は、ハインリ・ヒビーバーの楽曲に宣伝をつけるものとみなすことができる。すべての楽曲が、ジローラモ・フレスコ・バルディの作品同様、複数の対比的な部分から構成されている。その他の室内楽曲の多くは、木管楽器と弦楽器のために書かれており、 ヨハン・シュターデンの作品を版としている。他に失われた室内楽曲集があったこともわかっている。注釈、ありがとうございます。